皆様、こんにちは。ナビゲーターのまこです。いつも動画をご覧いただき、ありがとうございます。さて本日の話題は、うち食堂が追い風になったチャーハンの元市場が冷凍チャーハンに勝つための戦略とは？チャーハンの元はご飯と炒め合わせる野菜や肉などの風味のバランスを壊さずに味をまとめることができます。いろいろな具材と好相性で、栄養バランスの良い完全食、お子様に喜ばれるワンプレートを簡単にお召し上がりいただけます。健康バランスに優れたメニュー価値と保存性、2から6袋100円台の特養感が高評価を得て不動の人気です。網印食品工業を代表する歴史的商品で、発売から60年以上経ち、新型コロナウイルス感染症蔓延防止の前期の巣ごもり消費でも利用されました。ロングセラー商品特有の発信不足にはまり込むことなく、食生活を豊かにする機能性を伝えたいと思います。2020年度のチャーハンの元市場は、前年比 3% 増の75億円で着地したと判断できます。3年連続で拡大し、2020年に最も高い成長率を示しています。新型コロナウイルス対策の影響で、家庭での食事が増加したことが後押しになりました。特に、期初の4から5月、続く需要期の夏商戦で、市場規模は、前年比2桁増の伸びを示しました。久しぶりに活況を呈しましたが、需要は少しずつ安定しました。メーカー別では、ほとんど、全店舗に配下する永谷園は、前年実績並みの推移と判断できます。特別需要は、消費の前倒しとなり、反動で、前年にコロナ禍が始まった期末3月には消費は落ち込み、上期の伸長が差し引かれました。それ以外の江崎グリコなどの追随メーカーは売り場を広げ、市場の拡大に貢献しました。新商品の SB 食品の町中華も寄与したと判断できます。各メーカーがしのぎを削る冷凍食品は、2020年に大幅に増加しました。生産額は、前年比 51.9% 増の433億1500万円に増大し、フリーズドライ食品の本市場を凌駕しました。冷凍チャーハンは、不要不急の外出自粛で減少した弁当向けでなく、増加した家庭内食で選ばれたものの筆頭格です。冷凍食品の中でも、成長率は圧倒的に高く、構成比が最も高い餃子に一気に迫りました。合わせ調味料である、チャーハンの素は、同質化してだいぶ経ちますが、前期は、うち食の高止まりを、高い経済性で支えました。2020年9月のニチレイフーズの全国14,046人調査によると、冷凍食品の売上の伸びも食シーンは、全体の約 20% であり、チャーハンの素を使用する 30% に、まだ達していません。市場を維持するための鍵は、それ以外の 20% の手作り層と、急速に成長している冷凍食品層から、消費を呼び込むことができるかです。今期第1四半期の売上高は、4から6月にかけて減少し、前年を下回りました。持ち直すには、冷凍食品よりも優れた、いろいろな具材との炒め合わせ、香り立ち、栄養バランス、冷蔵庫の余り物が整理される機能性などが、もう一度アピールされるべきでしょう。メニューは、お決まりの焼き豚、五目のほか、チキンライスなどの洋風に加え、ニンニクの人気が、町中華人気の流行として浮上しています。炒めずに、炊いたご飯に混ぜるだけの混ぜご飯の素も一般化して、形態も進化しました。低価格販売も常態化する状況になっていますが、SB 食品の新商品と並行して、イート&フーズは高単価で定着しています。有名店特有の本格感が一歩ずつ根付いてきています。また、今春から、イート&は、エビ塩チャーハンの素も取り入れ、成熟市場での収益向上の施策を明確にします。コロナ禍によって、うち食が深まり、調理情報が要求されている現在こそ、商品価値とメニューを、増幅する絶好の機会でしょう。当然、アピール方法は、現代の消費者の需要に応えるべきで、トップの永谷園は、今期から小学生の調理、親子体験には、チャーハンの素の簡単調理がうってつけと、アイデアを出しました。
メインユーザーに直接アピールしながら次世代商品も開発し、持続性を確固たるものとします。ご視聴ありがとうございました。